今回はドレメルです。こちらがドレメルというロータリーツールです。そうですよ。これ切ったり削ったり水を掘ったり、ね、いろんなことができる便利な道具なんですよ。便利な道具なんで、はい、こちらの動画を見てぜひ使ってみてください。はい、それではどうぞ。今回はロータリーツールを紹介します。はい、ね、ロータリーツールって言ってもいろんなメーカーからいろんな機種が出てるんですが、はい、うちの教室で使っている、まあ、こちらの、はい、ドレメルというメーカーのものを紹介します。はい、でこれがロータリーツールです。おお、オーラン使ったことあります？ないんですよ。ないですか？でもね、あのホームセンター行くとこう飾ってあったりして、ああ売ってますね。でトリマービットを買いに行くとその周辺にはこの、ね、先端部分パーツ、ああこの部分、ね、容器並んでます。はい、そうなんですよ。まあ、いろんなアクセサリーがあって、まあ、それちょっと印刷してきましたけど、はい、こんなんがありますよという。わー、こんなにあるんですか。そうですね、いろんな多いですね。俺バッと見ただけど多いですよ。いろんなものが付けられて、まあ、トリマーのビットとかもあり、あ、ありますか。珍しい形やからね。そうですね、何に使うのかと思って、まあ、木を削るものも当然ありますし、はい、ガラスとか鉄とか、はい、まあ、そういったものを削るものもあります。まあ、ちょっとここら辺は僕使ったことないんでね、はい、実際どんなものなのかは分かりませんけど、はい、まあ今回はうちの教室で使ってる、まあ、使ったの一部ですけど、はい、を紹介したいと思います。はい、ロータリーツールは、まあ、この先端に、はい、まあ、こういったいろんなアクセサリーを取り付けて、はい、まあ、削る道具です。はい、今回はこのサンディングディスクを使います。はい、ね、入れるときに、まあ、ここにロックがあるんで、まあ、こうロックを押してもらって、はい、ロックベンチで締めると、うんうんうん、トリマーと似てますね。そうですね、一緒ですね。ね、これで使える状態と、はい、ね、ちょっとコンセント入れてもらっていいですか。わかりました。はい、オン、ね、ここにスイッチがあるんで、こうスイッチを動かすとこれが起きます。ね、ここに速度調整するためのダイヤルがあるんで、これ回すと、はい、おー、音聞いてもだいぶ速くなったのが分かると思います。調節できるんですね。はい、こういう機能がついてます。はい、ね、うちの教室で一番よく使うのはこういったスプーンとかを作るときに、まあ、こういったところを削ろうと思うと、そうですね、今までご紹介したサンダーではできないですよね。はい、入らない、ね、ですね。ベルトディスクでも、はい、そうなの。だからそのという時にこのロータリーツールが役に立ちます。まあ、これでこういうふうに削っていくといいですね。角が取れてメインになって、まあ、今適当に削ってるからあれですけど、はい、まあ、こんな感じで削ると。モアさんもちょっとこれやってみます。あ、いいですか。はい、はい、どうぞどうぞ。わ、もうスイッチ入れるだけに、はい、で動かすわけですか。そうですね、まあ、削いたところ、削ってもらおうと。こう、はい、こうですか。お、あら、いやー、これいいですね。簡単簡単。これなかったらね、彫刻刀とか、まあ、あ、そうですね、ペーパーでやるにしても結構大変ですし、うんうんうん、いや、めちゃくちゃいい、いいですね、これいいです。これでこういうの使ってスプーンの形を丸くしていったりとか。もう丸くなってきましたよ、ほら。そうですね、ただ切っただけではね、四角い状態だったのが、はい、まあ、このロータリーツールと使うとこういうふうに丸く削ることができます。はい、では、先端を彫刻用のカッターに変えて、このスプーンの表側のこの部分を大和さんに削ってもらいます。はい、お、やっていいんですか。はい、このスプーンね、やっぱりへっこみなかったらスプーンじゃないですからね。先ほどのサンディングディスクの方は、はい、まあ、外側を仕上げて削るって感じだったんですけど、はい、こっちはもう形を変える。ここ、そうですね、やり方一緒です。はい、いいですか。じゃあやってみますよ。はい、どんな風になるのかな。どんどん削ってください。どんどん、あ、お、へこできました。こう、あ、ちょっとずつ削れてるの分かります。あ、焦げてきた。 あんまり同じところでやる、そうやったらダメですね。同じところずっとやってるとやっぱり熱で、あ、そっかそっか、摩擦熱ですね。あら、焦げてきますから。お、溝がついてきましたよ。お、あ、難しいもんですね。ブレますね。そうですね、少しブレましたね。今、まあ、削ってもらって削りにくくなかったですか。はい、実は削りにくかったんです。そうですよね、削るのはちょっと角度の問題で削りにくかったと思うんで、このフレキシブルシャフト、はい、これをつけて、まあ、この先に先ほどのカッターを取り付けることで、延長コードみたいな、はい、取り回しが楽になるのと、えー、まあ、これ本体こう持ってるよりは重たかったですね。本体が重たかったんですよ。ペン状なんでいいですね。削ることが削る、だいぶ削りやすくなります。ね、こうああいうふうに当てて、はい、手前に引くようにして、こういうふうに削ってみてください。じゃあ、おろさんやってみる。いいですか。はい、はい、あらら、これ、
はい、動かしてもらって、はい、持ちやすい、はい、スイッチはそっちですけどね。あ、そっか、ここで、はい、これじゃないね、これ押したらダメです。あ、分かりました。ロックなんです。じゃあ、よし、見てくださいよ。はい、こうはね、はい、こう入れますよ、ね、手前に引くよ、手前に引く、はい、あ、全然違いますわ。違いますか。スプーンらしくなってきます。折れる面だけが広くなりましたね、一気に。加工がね、はい、当たる面が広くなってますね。そうか、うわ、これはいい。だいぶスプーンらしくなってきました。なってきました。そうですね、そういうふうに引く、引くようにして。おぉ、全然違う。先ほどね、本体が持ってたんだ、違いますよね。はい、お、いいですよ、スプーンらしい。惚れてきた、惚れてきた。こういうアタッチメントをつけると、はい、まあ、取り回しも楽になって、はい、削りやすくなりますよね、うん、だから同じ刃を使ってても本体だけで削ってるとやっぱりまあ重たいっていうのもあって、はい、そうでしたね、女性の方は角度を一定に削るとか難しかったりとか、はい、先端だけでまあこの削ってることが多かったと思うんですけど、はい、まあ、これこのアタッチメントを使うことでこういろんな角度で使うことで面、はい、広い面で削ることができると、うんうんうん、はい、なのでこういったアタッチメントを使って、まあ、うちの教室は削ることが多いです。今見てもらったのはサンダーとしての機能ですよね、はい、ただそれ以外にもこのドレミルできて、トリマーとしても使えるんですよ。そうなんですか。だからこういう、まあ、これはトリマー用のビットなんで、まあ、実際これドレミルにはつかないんですけど、はい、まあ、こういうのちっちゃいのが取り付けて、まあ、面取ったりとかっていうトリマーと同じ機能を使うことができるんですが、はい、うちの教室ではまあトリマー持ってるんで、はい、まあ、こういうアクセサリーとかドレミル用のは持ってないんです、うん、はい、ただ、こちらのカッターを取り付けることで、はい、溝を掘ったりとかできるんで、できるんですか、はい、こちらのカッティングガイドを取り付けて加工を見てもらおうと思います、はい、スイッチを入れて、はい、斜めから刃を下ろしてまっすぐ進みます。まあ今溝が掘れてるんですね。そうですね、お、ガイドもない状態なんでまあ、はい、まっすぐではないですけど、このようにあら、まあ、溝を掘ることができると。自由な形に削れるということは、はい、このような文字を削ることもできます。文字、はい、これはオーラさんにやってもらいます。できます、これ。できます、できます。いくら自由に動くってゆっくり言ってもらったら、はい、はい、これこう入れて、はい、大、結構いけますね。あら、本当だ、できます。このように台がきれいに削れましたね、はい、はい、これはまあトリマーとかでやると思うとトリマー大きいですし、うん、そうですね、だから難しいですが、はい、まあ、この小回り効きますね。そうですね、うん、このロータリーツールやったらまあ小さいので、はい、彫刻なんかにも向いています。はい、ね、このロータリーツールなんですけど、はい、もっと本当はまあいろんなこと、ね、あのパーツの量でもそうです ね、すごい本当にいろんなことできるものなんで、はい、まあ、今回ご紹介したのはほんの一部なんですよ、はい、まあ、僕あのウクレレの動画とかもやってますけど、うんうんうん、ウクレレの動画、まあそうですね、楽器制作の個人でやられる方やったら、まあ、大半の方も持ってはるんじゃないかなというようなツールです。まあ、僕も持ってます。そうなんですか、はい、いろんなね、海外にはいろんなアタッチメントたくさんあって、まあ、楽器用のアタッチメントもかなりあるんですよ、はい、なので使ってはる方も多いツールです。まあ、実際これ今回ちょっとですけど使っていただきました。ちょっとですけどね、はい、楽しかったです。まだスプーンのこのへこみ、そうですね、あれを削れちゃう、手で削ろうと思ったらね、彫刻刀とかないと大変ですし、その彫刻刀で仕上げた後も綺麗にこれで削ったりとかすることもできます。いい機会です。まだね、オーラさんもぜひ欲しい使ってみてください、はい、皆さんもこれ使ってもらったら多分いろんななんか新しいアイデアとかね出てくると思うので、はい、はい、ぜひ使ってみてください。それでは今回の教えて先生ロータリーツールインでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。ドレメル、とっても便利な道具ですよね。スプーンが簡単に掘れちゃいます。そうでしたもんね、はい、まあ、ぜひこの道具もね便利なんで使ってみてください、はい、で今回配信した動画なんですけど、ウッドロード動画家具教室というサイトで配信している動画です、はい、そうなんです。これ有料で木工技術を配信しているサイトなんですけど、今200本以上の動画を配信してきていて、はい、まあ、その中から、まあ、毎月2本
期間限定ではあるんですけど、はい、YouTube の方で配信しています。はい、はい、ぜひ、まあ、そちらの方も興味あったらサイトの方へ行ってみてください。そうですね、はい、ウッドロード動画科学コースのチャンネルはこちら、あ、違う、リンクはこちら、チャンネル登録はこちら、関連動画はこちらです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。